グッドババはアメリカ合衆国で生産された競争馬。主な価値倉は2007、2008シーズンの香港、スチュワーズカップ、クイーンズシルバージュビリーカップ、香港マイル、チャンピオンズマイルなど。グッドババとは、関東語で良き父という意味。場名通り、稼いだ賞金の一部を事前事業に使用している。2歳末の2004年12月に行われた、 香港インターナショナルセールへ上場され、170万香港ドルで購買されている。当初は香港で競争生活を送る。デビュー戦は3歳児の3月5日にシャティン競馬場で直線芝1000メートルで行われたカウルントンプレートで勝利を挙げた。その後急戦で3勝2着2回という成績を残し、香港ダービーに挑むがビバパタカに敗れ8着だった。 シーズン初戦のグアンツオハンデを制す。2007年1月にアンドレアス・シュッツ旧社に移籍後、3連勝でシェアマンズトロフィーを制して、重賞初勝利を挙げた。続くチャンピオンズマイルでは、エーブルワンに敗れ5着だった。その後に日本へ遠征し、東京競馬場で行われた安田記念に出走したものの台はメジャーに敗れ7着だった。 香港帰国後は一戦を挟み、国際マイルトライアルを制し、続く、香港マイルも制して、G1 競争初勝利を挙げた。その後も香港スチュワーズカップ、クイーンズシルバージュビリーカップと、G1 を連勝し続け、チャンピオンズマイルでは、外側から抜けると、アルマダの追撃を抑えて、G1 競争4勝目を挙げるとともに、重勝後連勝を達成した。 5月28日には2年連続で、アルマダとブリッシュラックと共に安田記念に出走したが、馬体重を前走より 15kg も減らしており、17着に敗れた。しかし、シーズンを通しての活躍が認められ、7年、8年シーズンの香港馬王となった。また、最優秀マイラーとファン投票で選ばれる最高人気馬にも選ばれた。 前哨戦となる砂伝、トロフィー、国際マイルトライアルを6着、3着に敗れたことで、場所の激輪に触れ、香港マイルでは、クリストフスミヨンに乗り換わりとなる。香港マイルで勝てなかった場合は、天馬屋も検討されていたとされる。このような状況もあり、香港マイルではアルマダに次いで2番人気となっていたが、 中段追走から直線で力強く伸び、エーブルワンニーに1、2馬審査をつけ落勝した。続く、スチュワーズカップも、直線で抜け出して解消し、前年に続いて、同レースを制覇した。自走のクイーンズシルバージュビリーカップでは、圧倒的一番人気に押されたが、イジプシャンラの3、4馬審査の2着に敗れ、連覇はならなかった。その後、 4月26日のチャンピオンズマイルに出走。中段待機から直線追い込んだが最後は伸びをかき4着に、敗れ、こちらも連覇はならなかった。スナデントロフィーから始動したが見せ場がなく7着に、終わった。国際マイルトライアル3着を挟み、12月の香港マイルに出走し3連覇を飾った。その後、スチュワーズカップ3着。 香港ゴールドカップ4着とまずまずの成績を収めてドバイに遠征。3月のドバイデューティーフリー、4月のチャンピオンズマイルでは共に8着に敗れた。指導戦のナショナルデイカップとジョッキークラブマイルでは共に8着。4連覇がかかった12月の香港マイルでは10着、1月のスチュワーズカップは6着、3月の クイーンズ・シルバージュビリー・カップは7着、4月のチャンピオンズ・マイルは14着と惨敗続きとなり、6月に香港ジョッキークラブの競争場登録を抹消された。オーストラリアのリック・ホア・レーシー旧社に移籍、2013年1月のスタンディッシュ・ハンデキャップが復帰戦となり、16頭立ての4着であった。同年3月のウィリアム・レード・ステークス7着を、 最後に現役を引退した。2008年、オーナーの意向により、グッドババ基金を創設した。これは、本場の獲得賞金の70%を事前事業に使用するというもの。グッドババ名義で、四川大地震の犠牲者に160万本コンドル、北京オリンピックの馬術競技の補助に130万本コンドルを寄付している。ありがとうございます。